15分経過しましたよ。セキュリですこんにちは。あ、こんにちは。ということで皆さん私は終わりますので、なんであのこの子たちの配信へレッツアゴーして見てください。ってのは用意してくるわ。ちょうどナンバーついた。待ってまっせ。怖っ。待ってますね。ってなこうでしてな。マジで聞かせて。ということでこれは終わります。いただきます。じゃあこれ下からアングルすぎてやばいな。オッケー、オッケー。順位を言います。もしかして唐揚げ。イエス。はい、13位のりとさん、ありがとう。12位、大きな M さん、ありがとう。10位、しまこさん、ありがとう。10位、からしくん、ありがとう。いただきます。10位、かずさん、ありがとう。8位、ゆうとくん、ありがとう。お米硬いわ。7位、半袖寒くない？寒い。寒い方。6位、ゆうちのさん、ありがとう。寒いです。5位、ゆうだいくん、ありがとう。4位、しゅうぞうさん、ありがとう。待ってるね。3位、まことくん、ありがとう。2位、おかちゃん、ありがとう。いただきます。1位、わきよこさん、ありがとう。みんなごめんなさい。用意してくるわ。ホワイトデーはよしみからもらったよ、手作りの。また後で会いましょう。おはよう。太陽、太陽の審判、赤のハイライト、ありがとう。さようなら。バイバーイ。何秒後やっけな。そろそろやね。はい。はい、どうぞ。これ使いなさい。使いたい。使っても可能ですか？可能。それじゃんけんしよう。さすがに。もうかかってっから命これに。ちょっと待って、私見れば。画面外でやめて、せめて映ってるところ。それな。じゃあね。バイバイ。最初で出てこい！わあ！勝ちましたー！やったー！じゃあちょっとティッシュ取ってティッシュ。いいよいいよ。はい。どうも。これでちょっと段差つけるわ。まあ、ショックはもうマジ。はい。勝ちましたー！やったー！まあまあ、これでまだマシなアングルになったから OK。 クマちゃんありがとう。思いを届け届きました。でも私唐揚げだからよろしく。ありがとうございます。はい、今までちょっともう疲れちゃった。一日にやった後から疲れた。死ぬ疲れすぎる。あ、結構噛みけん。そういう時あるある。はい、え、これ油淋鶏だ。うん、勝ちだね。これこれ何、私あんかけ、うん、酢豚だと思う。うん、声でかすぎ。それな、内本さんが食べてたのは何。あ、多分ほうちゃんが私の作ったやつ食べてくれてた。れんれんさん、あめはとかありがとう。もうなんかもうすっぴんだから色もないしよ、終わってるわ。まみたんはとありがとう。ありがとう。なんとかうちは間に合いそう。よかった、楽しみにしてる。楽しみ。着きました、よかった。会えますね。それそろうちをつけると言って、結局明日1日で作らなくてはならない緊急事態、頑張ってください。お待ちしてます。え、どう、この卵パカうまい。え、そんなに、え、ガチでうまい。え、びっくりした。え、じゃああげる。え、あげる、あげるよ。ちょっと考えさせて。あ、オッケー。それは違うんだ。それは違うんだね。え、もうめっちゃおいしい。が出たロックオンお茶、それも間に合わせてください。必ず必ずね。おいしいね。え、これ油淋鶏、やっぱね、中華って油淋鶏なんだよね。で、私今日お昼餃子食べてきたから。めっちゃ中華、うん、マジ今日中華すぎね。もう私は今日ラーメンを食べます。いい、え、夜、あ、ゴンちゃん行きたい。いいね、明日バージョン、ラーメン、えぐ。スタバをやめました。やめたん、うん、うん。はい、皆さん3月31日生誕祭です。あ、イエーイ。ちょうどそう100回の時らしいね。そう、世代交代ジェネコンが100回っていうね、めっちゃなんかすごい時に。素敵、ありがとうございます。ぜひ皆さん遊びに来てね。だから2週前あのラーメン屋行こう。こ、あの初めて2人で行った時のラーメン屋、あそこね。うん、行こう。うん、ね、本当に行きたいんだけど、冷静に。あと一蘭行かして、うん、1回も行ったことないからさ。え、人生で。うん、そうそうそう、
ないのでさ、なんか一覧わからんみたいな人なりたくないから、ちょっと知ってるみたいな感じで行きたいから、任せついでって行こう。うん、よろしく。あ、うまい。もうすぐ誕生日だね。そうですよ、誕生日は3月25日なので、18か、18よね。え、19？ いや、18だよ。え、日にち？うん、年齢、うん、18です。日にちは違うよ、さすがに覚えてる。焦った、ちょうど今3月25日ですって言ったのに18だよ。で、それは年齢ね。うん、18歳です。今17歳なので。ね、ジランってニンニク追加できるの？え、できるよ。天才？天才ですか？私はいつもニンニクと、うん、お米を追加してます。お米ぐりな。で、その後、替え玉。すごっ、フードファイターだね。そんなことないよ、私絶対無理。いや、一蘭は結構軽いから、麺が。うん、え、ブラックラーメン食べたことある？富山の。いない。しょっぱいよ、めっちゃ。ま、うん、食べと、食べにおいでよ。うん、行きたい。皆さん、チカッパが晴れるようにお祈りしといてください。え、ちょっと今、雨予報なんで。ほんまにやばいよ、みんな、助けて。なんで困る。さすがに怖い。なんで2年連続雨なん。うん、おかしいよね、皆さん、だからお祈りしててください。ね、今から晴れるよ。夢にも金をね、天才のハードル高くて助かる。まあね、まあ、世の中天才はたくさんいますよ。天才です。天才です。うん、この弁当美味しい、近重さんに言っとこう。またこれお願いします。でもね、私がまたこれお願いしますって言ったやつマジで出ないんだよね。なんでだと思う。かわいそう。なんでなの、悲しい。え、これチャーハンって美味しい？え、わかんない、私もちょっと食べよう。うんうんうん、中華なんだよね。美味しい。やみ、感謝感謝だね。あ、しろ、著作権のやつ。え、アウトアウト。もう頑張れ、海外と一緒だから。頑張れ、海外と一緒だから。チューリップも咲いてね、どうなんですかね、わかんない。え、チューリップ咲いてんの富山？え、わかんない、まだ寒いから。どうなんだ、味の濃さも選べる。そうなんだ、楽しみ。うん、今劇場向かってます。チカッパ晴れたら雨がっぱ最強の。うまいですね。雨女いてるやろ。え、実は私めっちゃ雨女なんですよ。運動会も卒業式入学式も今んとこ全部雨です。ユマのせい？私のせいの可能性ある。え、私毎回雨。うん、ま、本当に大事なことがあるたんび雨なんで、ちょっと天気の子のブルーであるから見て晴れるように願っとか。え、願っといてお願いします。いい弁当だよ、いいお弁当です。もしかしてまだすっぴんですか？あこっちで、こっちですっぴん、こっちですから。リップ塗ってないだけ。確かにね、しかもこれショールームだからさ、ちょっとなんかあれだよね、メイクはしてます。楽しみすぎね、さすがに。それはやろう、遊びに来たよ、ありがとう。ほぼすっぴんやしね。ありがとう。あ、待って、なんかいっぱい投げられてたの気づかなかった。さとぽんさん、ハートありがとう。鉄板さん、アメちゃんありがとう。さとぽんさん、マシュマロありがとう。食べます。結婚して、しょうま、結婚してごめんだけどありがとう。え、こういうのいつも私。なるほどね、うん、私もどんな感じ。あの、3月25日まで待っててくださいって。あ、まだ17歳で結婚できないから。ちゃんとちゃんと、でも、うん、偉いね。そういうで、その後みんなが、うん、あの、国に一夫多妻、一妻多夫制、多夫妻制を主張してもらって、うん、かな。素敵。素敵だね、ちゃんとね、素敵。アイドルしてます、西島ちゃん。うん、タツさん、バラありがとう。なんて読むんだろう、高山さんありがとう。キャンディー、タツさん、レインボースターありがとう。野原慎之介のすげさん、ハートありがとう。やばい、全然知らないうちにいっぱい来てたよ。シュンタダルマありがとう。ユウトさん、ハートありがとう。シュンタダルマありがとう。31日を頂きました。ください。ナイス。多彩性導入はよだって、同意してる。
一切タフ再生ね。あ、一切タフ再生。そう、うーん、すごい痩せたんやない。うん、変わらず。ありがとう、ハート。トラちゃん、ハート、ありがとう。DMM 再生です。頑張ってください。ありがとうございます。お、今日は錦連番しまくりだから覚悟してね。え、楽しみにしてる。現実的どういう組み合わせで連番してるのかな。ゆうたさん、ハート、ありがとう。トラちゃん、ハート、ありがとう。よいしょ。マジ、お弁当が美味しすぎる件について。それな。マジ美味しい。あ、緊張する。生誕祭。え？え、だって私、9期で最後だよ、生誕祭やの。確かに。うわ、大丈夫だよ。でも分かる、めっちゃ自分の時そわそわするよね、うん、人の時は楽しみだけど、うん、また違う感情です。今日ペンライト迷ってます。もう赤と緑しかないでしょ、うん、赤と緑ですよ。赤と黄色でもいいんじゃないですか。赤と赤と黄色と緑持ってもさも死ぬ。無言の圧、うん、びっくりした。待って、みんな油淋鶏美味しい。私本当に中華の定食だって湯までこの前行ったじゃん、うん、絶対油淋鶏しか頼んでなかったよマジで、うんうんうん、絶対私は油淋鶏を頼むって決まってるんです。俺も麺ラーメンか焼きそばか、うん、でも餃子はマストだよね、うん、餃子はマスト。もう楽しかったあの時、ね、ニンニク増し増しの餃子、そう2人で、うちらがやっぱさ、うちらじゃないとすぐ食べれないと思うんだよね。本当にね、かよかった食べれる。ここニンニク姉妹、そうそう、ニンニク姉妹でその後リンゴ飴行ったんで、よろしくお願いします。本当によかった、はい、もうよろしくお願いします。土曜日ペンライト迷ってます。え、誰と迷ってるんですか皆さん。まあ一人しかいなくない。一人しかいなくない。え、あ、足足しかいなくない、足しかいなくない、足しかいなくない、足しかいなくない。皆さん赤と黄色ですよね。いや、皆さん赤と緑でしょ。だってみんなクリスマス好きでしょ。そういう論理だよ。そういう論理なの。決まってんのこの世、うん、赤と黄色ってめっちゃ目立つ、目立つくない。え、赤と緑も目立つくない。でもさ、赤多いねんな。だからユマと私とレイナって最近マジずっと出てるじゃん、うん、だから、あ、赤いなと思ったら、あ、ユマ、あ、レイナみたいな。え、マジでだるくない。でも黄色よかった。でも赤、うん、オレンジと黄色が本当に似てて、うん、確かに似てるね。何にも分かんない。確かに何にも分かんないいや分かるけど、でも似てるような、うん、わ、 20%。 え、でもほうちゃんも難しいかも。赤とピンクやからさ、うん、明日もし、いや、ほんまにそうよね皆さん、ほんまにその通りですよ。西馬中崎町にある唐揚げラーメン食べに行ってみて。だって何しろ、何しろ、なんか唐揚げ乗ってんじゃん。え、めっちゃ美味しそうやん。行こう。ダイルさん、ハートありがとう。すごい、行こう、マジで行こう。 Oh my god! Oh! Go! ちょっと待って、これあんま唐揚げにかぶりつくる、かぶりつくとこ見られたくないから。え、わかる、恥ずかしいよね。あの、フェードアウトする。赤、黄色しか、赤、黄色、緑は信号機やだって。え、お前は、え、待って、ま、じゃあ私たちは、じゃあさ、ゆまさゆ、え、ゆまさゆじゃなくて、もう信号機にしよう。え、そうしよう。信号機です。信号機です。で、すいません、ちょっと押します。え、天才だね。ありがとうございます。信号機ということでよろしくお願いします、うん、信号機、ちょ、ゆまちゃん見てたら電車乗り過ごした。頑張れ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 。それ頑張れ界隈、さすがにね、うん。赤オレンジ振ってたらゆまちゃんの目線おこぼれもらえる可能性ありですか。なんかすごい匂いすんな。これめっちゃ美味しい。これめっちゃ美味しいです。ちかしげさん、え、ちかしげさん、私の生誕祭の日はラーメンです。やった。え、でも楽しみ、ラーメン嬉しい、はい、え、私もうちかしげさんにめっちゃ頼んでるんですよ。これもう100回くらいちかしげさん聞いたと思うんですけど、私の生誕祭の時はラーメンって、あの、もうすり込んでます。毎回聞いてるこれ、毎日聞いてる、ほとんど。ラーメンの中に唐揚げが入ってるよ。450円、安いな。え、安くないか、うん、めっちゃ安い。え、どうする、唐揚げこんなんやったら軟骨それちょっとダメ、唐揚げ食べちゃダメ。
あかりちゃんハートありがとう。え、なんかカップラーメンじゃなくて、なんか普通のあるんですよ、カップラーメンお持ち帰りできるやつが。あ、虫物ありがとう。あるんです皆さん。赤緑の一人歩行者、確かに一人歩行者信号機か赤緑、ほんまやな。じゃあ私のペンライトカーもリンゴで例えるんじゃなくて信号機で例えます。赤と黄色ってなんやろ。うん、マックダメダメねじゃあそろそろ終わろうかな。15分経ったので読んでいきます。コンビ名ありがとう。コンビ名は信号、信号信号です。誕生日めします。13位みほちゃん、スネドラさん。12位鉄板さん。11位キクヨンさん。10位終わりなき旅さん。9位ユウさん。8位イニシャル D ちゃん。7位タシタシ、電車気をつけてください。福井沸騰注意さん。5位野原しんのすけのすけさん。4位ゆりいかさん。3位みんなの白米ハックハック。2位ダッチ。1位ライトワン。皆さんありがとうございました。ありがとうみんな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。対戦よろしく。バイバイ。